僕の番か。僕の番。あたしの番だね。出番ね。えい。任せて。この。頑張ります。僕の番か。倒してくる。出番ね。いい調子。いつでもいいよ。聞いてくれ。もう油断しないよ。助ける。見てなさい。任せて。いきます。お手伝いします。ここで終わり。行くぞ。なの。任せて。うさりが任せて。こんな当たって死ぬ。あっ、しまいなの。私の番ね。
出番ですね。当たってください。意識レンゲの時間、あたしの番だね。思いっきりいくよ。私の番ね。当たって。白雪行きます。よいしょ。僕の番。行くよ。これで終わりに。私の番ね。全力で行くよ。緊張するな。これでどうだ。ヘマはしないわ。眠らせてあげる。顔色悪いね。出番ですね。出たですか。あいた。僕の番か。これでどうだ。ありがとうございます。足引っ張らないよね。うわあ、行くよ。あいた。女白雪行きます。僕の番か。任せて。倒してくる。当たる。いくよ。これで終わり。頑張ります。頑張ってください。もう動けません。あいた。ここで終わり。なの。Thank you.
な。倒してくる。いくよ。これで終わりに。いくわよ。思いっきりいくわよ。僕の番か。それ。当たる。行く。眠らせてあげる。待ってました。このここで終わりってだよ。これでどうだ。あれ。おしまいっと。やっぱり。さすがに手ごわそうね。もう私いけません。まだ痛い。もう寝る。私の番で。はあ、白雪、行きます。しんどい。さあ、行くよ。怖い。私の番ね。この白雪、行きます。行くわよ。え、上がり、全力で行くよ。緊張するな。これでどうだ。私の番だね。任せて。はあ、出番ですね。それ。痛いです。行くぞ。それ。ありがとうございます。これでも食らいなさい。あいた。無理しないでね。当たって。ちょっと任せて。行くよ。任せて。このあいた。白雪、行きます。ぶっ飛ばしてやる。なんでなのよ。あとはお願い。任せて。この出番ですね。このいた。ぶっ飛ばしてやる。あんたの中消してやる。頑張ります。Thank you.
なんだ、これでいいのか。ゲットで、ゲットで。ゲットで、ゲットで。ゲットで、ゲットで。あとは。これで終わりに見てなさい。
任せて。当たって。出番ですね。当たってください。開いた。僕の番か。やめろ。行く。ねんねの時間。任せて。はどう、レベルアップよ。私一体。でもいいよ。僕の番。キュー、任せた。待ってました。思いっきり行くよ。出番ね。あー、ちょっと任せて。いつでもいいよ。倒してくる。眠らせてあげる。もう抑えられません。やっちゃいますよ。痛い。待ってました。許さないわ。これでも食らえ。疲れないわこの感じ。僕の番か。倒してくる。待ってました。思いっきり行くよ。行くわよ。覚悟しなさい。頑張ります。頑張ってください。僕の番か。待ってて。頑張ります。行く。またね。私の番だね。行くわよ。使いなさい。僕の番か。僕の番。行くよ。これで終わりに。見てなさい。これでも食らいなさい。任せて。この頑張ります。痛い。僕の番か。行く。僕、私の番ね。頑張ります。私の番ね。覚悟しなさい。白雪、行きます。痛い。頑張るぞ。
やめろ。痛い。行く。さあ、行くよ。ぶっ壊す。もう耐えられません。やっちゃいますよ。決めちゃいますよ。来たわ。ぶっ飛ばしてやる。あんたなんか消してやる。僕の番か。下がってて。止める。一丁上がり。
張るぞ。行こう。行くよ。こんな見てなさい。思いっきり行くわよ。私の番ね。白雪、行きまーす。僕の番か。倒したくら。頑張ります。私の番だね。これで終わりに。出番ね。思いっきり行くわよ。許さないわ。これでも食らえ。行くぞ。当たれ。僕の番。僕の番。ねんねの時間。これで終わりに。みんな、ぶっ。やる。行くぞ。倒してくる。待ってました。見てなさい。任せて。白雪、行きまーす。僕の番か。眠らせる。消してやる。いた。この感じ我慢できない。逃がさない。任せて。当たった。お疲れ様でした。一丁上がり。見つけた。拾いました。
見つけた。ここで使うわ。よく来たね。より強い力を求めるかね。でも伸びればいいんだ。でも伸びればいいんだ。張り切っちゃうよ。嬉しいな。もっと強くなるわね。もっと硬く。嬉しい。でも伸びればいいんだけど。他には。僕の番か。眠らせてあげる。思いっきり行くよ。行くわよ。食らいなさい。頑張ります。私の番ね。片付いたわ。でもいいよ。倒してくる。あたしの番だね。見てなさい。くらいなさい。痛いです。痛い。番ですね。任せて。覚悟しなさい。あ、緊張するな。痛い。あたしの番だね。思いっきり手番ですね。この私の番ね。完全勝利だね。僕の番か。僕の番。当たる。
任せて。僕の番か。出番ですね。この倒してくる。眠らせてあげる。我慢できない。すずったい。行くわよ。はっ、ぶっ飛ばしてやる。あんたに発見してやる。僕の番か。白雪、行きます。皆さんのおかげです。メルケンだ。僕の番か。倒してくる。行くよ。これで終わりに。行くわよ。思いっきり行くわよ。白雪、行きます。任せて。やだ。行くぞ。させるのか。白雪、行きます。私、僕の番。ねんねの時間。思いっきり行くよ。私の番ね。やっちゃいますよ。決めちゃいます。みんなの疲れました。ここで使うわ。
張する。行く。この私の番だね。完全勝利だね。
僕の番だ。倒してくれ。私の番だね。まだ、いけるわ。私の番ね。このやだ。緊張する。僕の番。白雪。許さないわ。これでも食らえ。結果ね。慣れないわこの感じ。なんだ、これでいいのか。あとは。気をつけて。よっ。
ます。任せて。待ってました。行くわよ。頑張ります。皆さんのおかげです。僕の番か。僕の番。私の番だね。これで終わりに。見てなさい。これを食らいなさい。頑張ります。私の番ね。やったわ。やだ、痛い。僕の番か。頑張ります。やだ、倒してくる。眠らせてあげる。これで終わりに。私の番ね。この危なかったですね。私の番ね。僕の番か。この行く。この行くよ。僕の番か。倒してくる。行くよ。これで終わりでいいね。思いっきり行くわよ。入った。出番ですね。よいしょ。任せて。覚悟しなさい。いた。行くぞ。下がってて。出番ですね。意識が。眠らせる。決してやる。待ってました。これで終わりに。
なんだ、これでいいのか。できたぜ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 。あとは。気をつけて。緊張するな。行く。待ってました。行くわよ。頑張ります。行くわよ。僕の番だ。どうしたっけ。私の番だ。出番で。頑張ります。任せて。皆さんのおかげです。私の番ね。私の番ね。当たって。行くぞ。待ってて。行くよ。逃がさない。行きます。手当てしますね。任せて。覚悟しなさい。さすがもんか。任せて。意識。えい。あとはお願い。
ここで使うわ。他にはないか。他にはないかな。
選択肢拡大。他にはないかな。他に。Thank you.
さくら。当たれ。行くぞ。任せて。行くわよ。思いっきり行くわよ。白雪、行きます。任せて。これでどうかしら。いつでもいいよ。待ってて。気持ちです。任せて。はっ、ダメです。しんどい。あたしの番だね。僕の番か。倒してくれ。倒した。完全勝利だね。あれ、私の番ね。いい感じで。ダウ、あいた、ダウ。行くぞ。頑張ります。思いっきり行くよ。行くわよ。え、出番ね。そこよ。倒してくる。皆さんのおかげです。私の番です。どう？レベルアップ。疲れました。ちょっと、他にはないかな。他にはないかな。他にはないか。他にはないかな。他にはない。気をつけて。
行く。私の番だね。見てなさい。頑張ります。私の番ね。やだ。僕の番。待ってました。出番ね。白雪行きます。片付いたわ。無事かしら。あれ、え、
いしよう。行く。ねえねえ、時間。待ってました。この出番ね。足引っ張らないでね。よいしょ。私の番ね。いつでもいいよ。見てなさい。えい。よいしょ。行くわよ。やったわ。僕の番。元気出して。見てなさい。僕の番。よいしょ。任せて。完全勝利だね。素敵ね。出たわね。行く。時間。緊張するな。あたしの番だね。思いっきり行くよ。出番ね。行くわよ。ちょっと。行くぞ。下がってて。行くわよ。ちょっと。行きます。私の番ね。ここで使うわ。よく。いらっしゃ。これでいいっす。マイドっす。気をつけて。倒してくる。頑張るぞ。待ってました。いいよ。出番ね。思いっきり行くわよ。僕の番か。ちょっと待ってました。これで終わりに。みんな無事。テンション上がるな。気をつけて。行く。眠らせてあげる。僕の番か。行くわよ。思いっきり行くわよ。見てなさい。思いっきり行くわよ。倒してくる。眠らせてあげる。出番ね。これで食らいなさい。だ、うん、思いっきり行くわよ。僕他に何？
これでいいのか。できたぜ。
出てる。あとは。
赤ずきんさん。うん、最初のはたまたまじゃなかったんだ。これも大きな成果だよ。お父さん喜んでくれるよ。みんな無事でよかった。本当によかった。シャック、あなた顔色が。ジャック、気がついたのね。アリス、僕は。ナイトメアと戦った後、気を失ったの。無理をしすぎたのね。ミコさんはただの貧血だから心配ないと言っていたわ。応急処置もしてくれたみたい。全員であなたをここまで連れてきたの。無事に目も覚ましたことだし、本当によかった。無理した気はなかったんだけど、それじゃあ結局迷惑かけちゃったんだね。そんなことないわ、アリス。あなたがいたからみんな戦えたわ。ブラッドスケルター化に怯えずに済んだの。みんなあなたに感謝しているわ。迷惑だなんて誰一人思っていない。そっか。ええ、そうよ。アリス、そのひょっとしてずっと看病しててくれたの？どうして？ありがとう、アリス。しただけだわ。私たちずっと助け合って生きてきたじゃない。そうだね。そうよ。それで調子はどうなのよ、親指姫さん。なんで名前とさんの間に間が空くのよ。あ、ごめん、まだ呼び慣れなくて。まあいいわ、早く慣れなさいよね。すいません。ごめんなさい、ジャックはようやく目覚めたばかりで。そのアリスも聞いてるかもしれないけど、博士からの伝言を伝えに来たのよ。博士の？黎明は今回のあんたの功績を高く評価し、今後は正式に作戦メンバーとして迎えたいということよ。よかった、認めてもらえたんだ。ハルさんのおかげだ。ええ、これからは一緒に戦えるのね。うん。あ、そういえばハルが暇な時に顔出してほしいって言ってたわ。メアリガンの調整をしたいそうよ。そうそうぶっ倒れないようにしないとって。ありがとう、親指姫さん。サンはいらないわよ。
ともかく確かに伝えたから。親指姫は末っ子なのに、なんだかすごくしっかりしてるんだね。は？私は長女よ。勘違いしないでよね。ごめん。三人の中で一番小さいからつい。ジャック。むかー。その言葉もう一度言ったら殺すわよ。ごめんなさい。僕が言いたかったのは、君がしっかりしてるなってだけで、それ君が長女だったからなんだね。わかればいいのよ。それから、助けてくれてありがとう。その頬痛くない？赤くなってるわ。うん、音が大きかった割には痛くなかったし、怒らせちゃったかな。どうかしら。あなた、ここに来て初めてそんな顔で笑ったわ。アリスこそ。小鳥たちが帰ってきたね。君が心配してた迷子の小鳥も無事だったね。鳥たちだね。青い鳥さん、何でも知ってるのね。君に太陽の言葉を届ける役目があるからね。お日様の。さあ、今日の食べ物を運んできたよ。森の朝露に生命の木の実。森の朝露に生命の木の実。太陽からの贈り物だよ。いつものように飲んでお食べ。ありがとう、青い鳥さん。はい、ジャックです。ああ、私だよ。おはよう、ジャック君。博士、おはようございます。よく眠れたかね。はい。それはよかった。研究室までご足労願いたいのだが、そうだな、15分後でどうかね。はい、わかりました。それでは15分後に。支度も終わったことだし、そろそろ出かけようかな。ん？うわ、もうこんな時間？急がなきゃ遅刻しちゃうよ。怪我はなかったですか？私は何ともありませんでしたよ。よかった。これっぱかしもよくありませんわ。
せっかく私がお掃除したところが台無しになってしまったじゃないですの。そっか、ごめんなさい。あの、よかったら後で手伝います。今ちょっと急いでて。呆れましたわね。昨今の若い殿方はそうやって逃げを打つつもりですのね。いや、本当ですってば。後で手伝いますから。冗談ですわよ。お手伝いなんか必要ありませんもの。え、そうなの？どうせ後でやり直さなきゃなりませんもの。あなたが私と同じレベルのお掃除スキルを持っていらっしゃるようには見えませんし。ああ、うん、そうかも。いつまでぼーっと立ってらっしゃるつもりでして？急いでいるのではありませんの？そうだ、ありがとう。あの、僕の名前はチャック。手が足りない時には声をかけてください。お掃除手伝いますから。それじゃあまた。あらあら、お廊下で全力疾走。チャックさんね、あまり頼りになりそうにない方ですわね。まあでも感じのいい方でしたわね。すみません、遅れました。あーら、これはまたお早いご登場で。みんな、ジャック様のご出勤よ。ジャックったら、何度もノックしたのに起きなかったから、迎えに行けばよかったわ。ごめんなさい。ううん、僕がちゃんと起きてれば。ごめんアリス。白雪も、もうちょっと寝てたかったです。はあ、僕も。ああせっかく上がった株を下げちゃったね。メアリガンにまだ体が慣れていないのよ。疲れが残っていても無理はないわ。そのくらい分かってるわよ。ちょっとからかっただけじゃない。あの、会議に遅れてしまってすみません。よく眠れたようだね、ジャック君。いや、遅刻ではないよ。時間ちょうどだ。はい。回復が早いとはいえ、メアリガン使用での体力消耗に体がついていかないのよ。改良の余地も考えなくてはね、製造士さん。まあそうだな。ということで、早く始めましょう。時間の無駄だわ。バカ。ごめん。さて、それでは全員が揃ったところで早速始めるとしよう。君たち景色少女の活躍によって、私たち黎明はついに二つ目のコアを破壊することに成功した。そして私が予想していた通り、コアの破壊は監獄島を伸長させ、いや、成長を促したと言うべきだね。現在監獄島はコアの破壊前と比較して2倍近くの高さにまで成長している。我々の計画は正しかったのだよ。これまで長い時をかけ進めてきた悲願、このジェイルからの脱出計画が一気に現実のものになろうとしているのだ。あの、コアを破壊するとどうして塔が成長するんですか？確かにそうよね。私もそれ気になるわ。ジャック冴えてるじゃない。そうですね。
白雪も気になります。みんなそうやってお父さんの話を邪魔してちゃんと話してくれるってば。構わんよ。私としたことが順調な結果に興奮しすぎて話を急いでしまったようだ。それじゃあお父さんどうしてなの？私の仮説が裏付けられつつあると言えるのだが、各独房エリアはそれぞれ固有のコアを基軸に成長を遂げていると考えられるのだよ。つまり横への成長だね。このまま放置すれば、あるいはだが、独房エリアはより広がっていくとも考えられる。我々の計画にもね。なぜならそれぞれのコアがジェイルを成長させる養分の管理を司っていると考えられるのだが、このままでは塔への養分の供給の効率が非常に悪いのだよ。つまりコアを破壊すればジェイルの養分が塔の成長に回されるということかしら。その通りだよ。コアの破壊による塔の成長がその仮説を裏付けてくれたというわけだ。まあ植物の剪定と同じ原理ってわけだな。植物ってそういうものなんですか？知っての通り、ジェイルは生命体だからね。人間もどこか疾患を得ると、他の機能がそれを補強するシステムがある。それと同じだよ。私は、君たち景色部隊もそうした存在だと考えているのだよ。このジェイルに対抗するために、人類が生んだ新たなる進化形態だ。赤ずきんにはよく話しているね。うん、つまり私たちが突破口なんだ。私たちがジェイルに対抗するために進化した存在。幸か不幸かは別にしてね。白雪たちが突破口になれるのならとても嬉しいです。まあ気楽に考えとけ。戦ってるのはお前らだけじゃないんだからな。全て背負う必要はねえぞ。ハルさんってそう見えて意外と気を使ってくれるんだよね。そう見えてってどう見えてんだよ。大丈夫だよ。私たちは私たちにできることをしたいだけなんだから。でお父さん、その先は？ああ、私はここでこの機を逃さずに一気に計画を推し進めるべきだと考えるのだよ。何か予想外のことが起こる前にだ。予想外っていうのは？例えばスナークの妨害だ。他にもコアの破壊によるジェイルの予想外の過剰適応、つまり私たちが掴んだジェイルの生態が変化してしまう恐れもある。ジェイルの過剰適応ね。コアの破壊なんて初めて出せた結果だもの。確かに何が起きても驚かないわね。そういうことだ。一刻も早く
各独房エリアのコア破壊を目指したい。そこで君たちには申し訳ないのだが、これまでにない過酷な連戦を強いることにもなるだろう。許してほしい。ただこれはジャック君の参戦により暴走の恐れが限りなく減少し、これまでの袋小路から脱することができた。あらゆる意味で今がチャンスなのだよ。そんなの謝る必要なんてない。全部みんなのためを思ってのことだもん。お父さん、私たち何だってするよ。うん、僕にできることがあってむしろ嬉しいよ。そうね、やってやろうじゃない。連戦なんてお茶の子さいさいよ。ねえみんな。はい、白雪は大丈夫です。皆さんと一緒ですから。そうね、理にかなっているもの。同じ気持ちだと思います。ネムは安心すると寝ちゃうからね。ありがとう。そこで本題だ。黎明のこれまでの探索が比較的進んでいるエリアが2カ所あるのだよ。一つは旧寺院エリアと呼んでいてね、元街道沿いエリアの奥に位置しており、もともとは神社であった場所だ。もう一つが元繁華街エリアだ。元墓所エリアから奥に入った位置にあり、かつてはこの町の歓楽街だった地域だ。双方とも戦略的重要性において差はない。私はそう考えているのだが、どちらを先に攻略すべきか、君たちの意見を聞かせてもらいたい。私たちが順番を決めるってこと？そうだよ。現場に赴き命がけで戦うのは君たち自身だ。君たちの意見で攻略目標を決定したい。まあ結局順番が前後するだけなんだ。慎重に決めるんだな。お父さん、早いか遅いかの違いだけだよね。どうせ両方ともぶっ潰すんだし、私はどっちでも構わないよ。右に同じね。どっちもどっちって感じだしね。そうですね、白雪もどっちでもいいと思います。おっさん、あんたが決めた方が早いんじゃねえか。アリス君、ジャック君、君たちはどう思うかね。まだジェイルの地理に明るくないので、どちらがいいとまでは。僕も同じです。どちらが先でもいいんじゃないかと。ジャックが決めちゃっていいよ。どっちが先でも後でもそう変わらないって。え、僕がそんな適当に決めちゃっていいの？え、白雪はジャックさんの判断なら間違いないと思います。そうね、さして重要な問題でもなし。あんた決めちゃいなさいよ。ジャック、どっちを先にする？うーん。
それじゃあ。それじゃあ、元繁華街エリアにしませんか？この間、親指姫を助けに行った方向だし、なんだかついてそうな気がするかなって。あんたって結構、月とか気にするのね。親指姫だって、どっちでもいいって言ったじゃないか。まあいいんじゃない？そういうのも実際あるかもしれないしさ。よろしい。それでは諸君、元繁華街エリアへ向かってもらいたい。目的はコアの発見と破壊だ。忘れないように。おお、いかんいかん、大事なことを伝え忘れていた。コアを破壊したことによって塔内部への侵入も可能になったようだよ。ただ不用意に近づかない方がいいかもしれない。どんな危険が待ち受けているかわからないからね。よし、じゃあ元繁華街エリア頑張ろう。お待ち遊ばせ。この声は。あらあら、お揃いですわね。お喜び遊ばせ。この私も同行して差し上げましてよ。ジャック、知ってる人？シンデレラ、あんたいつの間に戻ってたの？生きててよかった。あんまり心配させないでください。その通りだよ、シンデレラ。もう戻ってこないのではないかと、それは心配していたのだよ。本当だよ。私、ごめん。実のところ、あんたのこと、あんまり考えないようにしてた。あんたのことだから、大丈夫って思っても、もう帰ってこないかもって思ったら、目の前の作戦も、こなせなくなりそうでさ。また会えて本当に良かったよ。そんな大げさですわ。私だってメルヘン退治ぐらいちゃんとできますのよ。あの、話の流れが見えないのだけれど。ああ、この子はシンデレラ、私たちの仲間なんだ。それがアリスたちを迎えに行ってる間に独断で探索活動に向かったままずっと帰ってこなかったんだよね。だからひょっとしたらってみんな心配してたってわけ。独断で？なぜそんなことを？仕方ないではありませんの。博士が私の出撃を認めてくださらないものですから。成果を示したかったんですよ。そうすればきっと博士も。無謀だわ。アリス、成果どころじゃない。あなたが戻ってこれたのは行幸に過ぎないわ。あなた、初めて見る顔ですけど一体何なんですの？偉そうにおっしゃってくださいますけど、一体私たちの何を知って？知っているわ、ブラッド・スケルター化の恐怖を。あなた、一体？アリスは、私たちと同じ景色少女なんだ。
シンデレラ、アリスだってあんたを思って言ったんだよ。だからさ、皆さんにご心配をおかけしたことは申し訳ありませんわ。でも私本当に役に立ちたかったんですもん。こうして生きて戻ってきたのだし、叱っておきたいこともアリス君が代わりに言ってくれたしね。その出過ぎたことを言ってしまって。まあ理屈だけこねてる俺たちより実際に体験したやつの言葉の方が重いだろう。いいんじゃねえの。シンデレラさんの気持ちもアリスの気持ちもわかると思うから、きっとみんな誰かの役に立ちたいし仲間に死なれたくない、それだけだから。ジャック、その本当にすみませんでしたわ。ところで私ずいぶん前から戻ってましたんですの。私やっぱり影が薄いんですね。あ、いやまあちょっといろいろあってさ、バタバタしてたんだよ。いろいろとは何かあったんですの。それはね、にわかに信じられないことばかりですわ。そうでしょうね。おかげで私たちもずっと寝不足というわけ。ジャック、昨日メアリガンの調整をしたわね。ハルさんの腕が確かなら若干体への負担は軽くなったと思うけれど。あ、はい。試し代わりにと言ってはなんだけど、この子に使ってみてもらえるかしら。私に？ええ、様子を見る限りあなたには明らかに汚れが溜まっているわ。ジャック。はい。あのシンデレラさん、ちょっとすみません。私がいきなり軽くなりましたわ。これがジャクさんの血の効果ですの。ええ、おかげで私はブラッドスケルター化から元に戻ることができたの。そうでしたのね。つまりシンデレラ、ずいぶん焦らせてしまったようだが、君も今後は存分に活躍できるのだよ。そうですな。だからもう勝手に探索に行っちゃダメだからね。あのシンデレラさんはどうして今まで。ああ、シンデレラの得意な戦い方はどっちかっていうと近接格闘戦なんだよ。だからメルヘンの血をもろに浴びやすいわけ。でももう心配はいらないですね。ジャックさん、お礼を言わせていただきますわ。僕は自分にできることをしただけだから。あのそういえばどうして掃除なんかしてたの。それはここがあちこち汚いのがいけないんですわ。はあ、やはり援軍が必要かと戻ってまいりましたら、
本部と来たらそれはもう埃だらけで、綺麗にせずにはいられませんでしたもん。それはすまないことをしたね。確かにこのところ多くのことが起きていて、清掃が行き届いていなかったかもしれんな。ミコ君、本部の人員フローを見直して清掃を行き届かせるよう手配します。の気持ちはわかるけど、これからは先に報告してからにしてよね。わかりましたわ。それじゃあ改めて出発しましょう。シンデレラさんも。ええ、私が加わったからには戦力倍増でしたよ。元気になったようだね。それじゃ、出発！一体どうしたの？ちょっと心配になってお見舞いに来たんです。たくさん血を使ってたから。お見舞いって僕の？はい。もしかして今お邪魔でしたか？いや、そんなことはないよ。ありがとう。ごめんね、気が利かなくて。今お茶を出すから。じっとしててください。白雪がやります。そう、ありがとう。優しいんだね。いえ、そのためのお見舞いですから。はぁ、マジ大丈夫ですか？ごめんなさい。大丈夫ですか？もう少し冷やした方が。大丈夫、軽い火傷だから。今薬も塗ってもらったし、この前の戦いに比べたら全然平気だよ。またやってしまいました。白雪は本当に役立たずです。気にしないで。ほら、お茶飲もう。今入れ直すからさ。優しい方なんですね。そうかな。白雪姫だって優しいよ。白雪は地味なだけです。親指姉様もネムちゃんも
姉様もみんな個性的ですから。でも僕だってあの中にいたらそんなに個性的な方じゃないと思うよ。そうですか？うん、みんないい意味ですごく強烈だからね。それに比べたら僕なんて。ジャックさん！はい。私たちお互い地味同士頑張りましょうね。え？地味同士？なんだか仲間ができたみたいで嬉しいです。これからもよろしくお願いしますね。うん、これからもよろしく。知りたいなら今ならあいつはいない。どういう意味なのかしら。僕が外を見た時にはもう誰もいなくて。投函したことを知られたくないのね。こんな文字にしてあるのもきっと誰のものかわからないようにするためよ。誰なんだろう。それにあいつって黎明の内部を探れという意図であることは確かだわ。うん、そうだね。後ろめたい気もするけど行ってみよう。ええ。いつも通りの光景ね。資料がたくさん。うん、実験用の器具も片付いてるし。このあたりも特に変なものは見当たらないわ。なんだか空き巣みたいだね。悪いことしちゃったかも。アリス？あそこの奥気にならない？機材の奥に不自然についたてがあるわ。言われてみればなんでいつもは気づかなかったんだろう。いつもは手前の機材のランプが点灯しているからそちらに目が行ってしまっていたのかも。そうか、機材のランプが消えてる今だから気づけたんだ。扉だ。開けてみましょう。よし。ここはモニターがこんなにたくさん。あそこに映ってるの独房エリア？確かに、ついているモニターはどれも独房エリアを映しているように見えるわ。でも一体誰が何のためにこんな部屋を。わからないわ。でもおそらく手紙の送り主はこれを見せたかったのね。もっとよく調べてみよう。そもそもこれって何を通して映像を映してるんだろう。独房エリアでカメラなんて見た記憶がないんだけど。隠しカメラなのかしら。もしそうだとして何のためにこんな映像を。私たちが無事かどうか見守ってくれているとか。でもそれなら教えてくれてもいいはずだと思うんだけど。見守ってくれてるって分かれば僕らも安心だし。それはそうね。博士に聞いてみた方がいいのかな。それはやめましょう。私たち無断でここに入っているのだし。そっか。それにもしこれが手紙にあったように黎明の秘密なのだとしたら迂闊に動くのは危険かもしれないわ。そうだね。何か分かるまでこれは僕らだけの秘密にしよう。そうね。私もそれがいいと思うわ。
誰？あ、ジャック。今いいかな。ええ、入ってちょうだい。その新しい部屋はどう？いいに決まってるわ。何しろ前は牢獄だったじゃない。あれより悪いとこなんかないもの。そうだね、変なこと聞いちゃった。でもなんだろう、まだ殺風景な感じがしない？殺風景？うん、せっかくの自分の部屋だし飾り付けしてみるのもいいんじゃないかな。部屋を飾るだなんて、そんなの私の柄じゃないわ。そうかな。それよりジャック、傷はもういいの？うん、もうなんともないよ。アリスも以前から知ってるように、僕は出血しても割とすぐに止まるだろう。ええ、覚えてるわ。昔は何もわからず、体の奥がカーッとなると闇雲にあなたの指先に噛みついて血を舐めていたりしたものね。僕もそのうち自分から指を切って血を出したりして、おしゃぶりするみたいに舐めさせてもらったわ。違うわ、そういう意味じゃなくて。うん、分かってるよ。あの頃からあなたの血を舐めるとほっとしたものだったわ。たける心が癒されていく感じがした。私、あなたが安心をくれているのだとばかり思っていたのね。もうその話はやめようって言っただろ、アリス。ごめんなさい。僕は自分が君の役に立ててたって分かってすごく誇らしいんだから。誇らしいだなんて、変なジャック。変じゃないよ、ジャック。僕は役立たずな自分のことが本当に嫌だったから。あなたが役立たずだったことなんて一度もないわ。だからこれからも一緒にここを脱出しましょう。アリス、そうだね、一緒に脱出しよう。ええ、約束よ。いらっしゃい、ジャック。赤ずきんさん、お邪魔します。おお、何かしこまってんのさ、入って入って。で、ジャック、体の調子はどうなの？もう大丈夫かな。なんだかかえって心配かけちゃって。まったく、むちゃくちゃなもん作るよね、ハルさんは。あ、ううん、メアリガンは武器は僕からお願いして作ってもらったんだ。まあ座りなよ、病み上がりなんだからさ。私の隣でいいよね。それじゃあ。あんなものをためらいもせず身につけるなんて、あんた本当にすごいよ。ブラッドスケルター化した景色少女は二度と人には戻らなかった。自分じゃ止められないんだ。だから私たちはブラッドスケルター化を何よりも恐れながら戦ってきたの。赤ずきんさん、引き返したことだって何度もあるし、あのナイトメアだって倒せないもんだと思ってた。だからまだジェイルの中にいる。でもジャックが一緒に戦ってくれるから本当に脱獄できる気がしてきたよ。僕はそんな。私はあんたの覚悟に報いたい。だから必ずみんなでジェイルを出ようね。僕はずっとアリスに守られてばかりで、一人で傷ついたアリスを見るたびに悔しくてたまらなかった。それなのにここに来てからは赤ずきんさんたちにも守ってもらうだけで、そんな自分が情けなくて。
ジャック、あんたそんな風に。だから僕がみんなの力になることができて本当に嬉しくて、その貧血で倒れちゃいましたけど。あんたの気持ちしっかり伝わったよ。私たちはもう仲間さ。ジャック、改めて黎明にようこそ。はい、改めてよろしく、赤ずきんさん。よし、それじゃ。え？まずは走り込みに行こうか。血を増やしたいなら体力つけないとね。ほら、早く、とっととっと。ちょっと、さすがに今日は。ジャック、どうしたの？親指姫さん？あんた、一体何の用よ？あ、ごめん、もしかして忙しかった？別にそんなこと言ってないでしょ。立ってないで、早く入りなさいよ。それじゃあ失礼します。っていうかあんた、体は大丈夫なの？まだおとなしく寝てた方がいいんじゃない？ありがとう、もう大丈夫だと思う。心配かけてごめん。別に心配なんかしてないわよ。で、一体私に何のようなわけ？僕も少し心配になって。親指姫さんもずっと囚われてたわけだし。大きなお世話よ。あんたなんかと一緒にしないでよね。そっか、ならよかった。まあ、心配してくれたのにはその感謝してあげるわ。ありがとう。そんなお礼なんて。それに実際特に何もされてないわ。え？確かに扱いは手荒だったけど、拷問とか体罰とかは全くなかったのよね。ラッキーといえばラッキーだったけど。そうなんだ。それより、あんた、私を一番下の妹扱いしたこと、ちゃんと謝りなさいよね。ごめん、これからは気をつけるよ。まあいいわ、許してあげる。私もぶったりして、悪かったわ。ううん、全然大丈夫。一応、正式に仲間になったわけだし、親指姫さん、これからよろしく。別にさん付けしなくていいわ。明らかに呼び慣れそうにないし、なんだかムズムズするのよね。そっか。じゃあ親指姫、これからもよろしくね。その代わり、私もジャックって呼ばせてもらうからね。見たところどうせ同い年くらいだし。もちろん。同い年くらい？そうだったの？なんでそこでそんなに驚くわけ？いや、決してそういう意味じゃ。次また変なこと言ったらマジで殺すからね。ごめん、親指姫。まあいいわ。仕方ないわね。今回だけ入っていいわよ。よく来たね。職業を変えたいのかね？
たわ。選択肢が増えましたわ。これもありですよね。他にはないかな。他にはないかな。メルケンの声、研究室の中から聞こえたぞ。まさか博士が。博士、大丈夫ですか。おう、ジャック君、どうしたんだね、いきなり。あれ、メルヘンは？メルヘン？また？ん？ああ、これのことかね。メルヘン？ミコさん、これは？ああ、ジャック。どうして研究室に？これって、もしかして。メルヘンを調べてるんですか？危険はないんですか？ええ、がっちり拘束してあるから大丈夫よ。今は何もできないわ。ああ、メルヘン君、いい子だからもう少し我慢しておくれ。すぐ済むからな。よし、これで終わりだ。痛かったね。よく頑張ったね、メルヒエン君。博士、サンプルの採取終わりました。ああ、ありがとう、ミコ君。サンプルの分析結果が出たら私のところまで提出してくれたまえ。はい。この分析結果がジェイルの神秘に迫る鍵になればいいのだが。あの、それじゃあ僕は失礼します。突然押しかけてしまってすいませんでした。ええ、またね、ジャック。おお、そうかね。心配をかけてすまなかったね、ジャック君。そうそう、君に協力をお願いしたいことがあったんだが、まだこちらの準備が整ってなくてね。はい。檻を見て研究室に顔を出してくれないかね。研究室にですか。ああ、君の手が空いている時で構わんよ。その時に準備ができていたら協力をお願いしたい。わかりました。それじゃあまた来ます。何度か無駄足を踏ませるかもしれんが、その時にはお茶でもご馳走しよう。それじゃ頼むよ。わかりました。あ、ジャックじゃん。どうしたの？こんなとこでぼんやりしちゃってさ。あ、赤ずきんさん、あの、実は今さっき。そんなことがあったんだ。うまく言えないけど、なんだか。あ、お父さんが異常な感じだった？マッドなサイエンティストに見えた？そんなわけじゃ。お父さんはさ、ジェイルやメルヘンのことになるといっつもあの調子なんだよ。お父さんは研究バカだからね。他にはないかな。博士、あの、ジャックですけど。ジャック君、ナイスタイミングだよ。今君を呼ぼうと思っていたところでね。あ、前に言ってた協力の件ですか。そうなんだよ、やっと
実験環境が用意できてね。待たせてすまなかったね。いえ。早速だが、今すぐ救護室へ行ってくれないか。詳しい説明はミコ君から聞いてほしい。はい。なに、心配いらないよ。採血をするだけだ。実験環境の構築が遅れていただけだから。わかりました。救護室ですね。ミコさん、ジャックです。博士に言われてきました。ジャック、あなたも？アリス、君も呼ばれたの？ええ、博士に採血に行くようにって。二人ともちょっと待っててね。今その辺を片付けるから。まったく、まだ準備の途中なのに。あの人はせっかちなんだから。さあ、いいわよ。二人ともその椅子にかけて。ええ。それじゃ腕を出してちょうだい。採血させてもらうわね。はい。あの、これって何のための採血なんですか？え、博士から聞いてない？はい、採血とだけ。私も。はあ、そうなの。まったく、説明もなしに採血されたら不安よね。ごめんなさい、私から説明するわ。実は汚れに対する抗体を開発できないかと考えているの。汚れに対する抗体？僕の力、抗体を作るんですか？いいえ、違うわ。あなたの血液中の抗体を分析して同様の効果を持つ薬剤を開発したいの。あの、それでは私の血は？ジャックの血液中の汚れ抗体が最も安定して作用する血色少女がアリス、あなたなの。そうだったの。実験には最適な血液サンプルなのよ。抗体の代替薬品を開発することができればジャックの負担を減らすことができるわ。あの、よくわからないんですけど、僕の血から抗体を分離する方がもしかして近道なんじゃないですか？そうかもしれないわね。でもあなたの血は無限にあるわけじゃないわ。そういうこと。自分の体も少しは気遣ってね。さあ、それじゃあ採血しましょうか。はい。ちょっと多めに取るわよ。二人とも腕を動かさないでね。痛くない？ええ、大丈夫。もう慣れました。毎度毎度悪いわね。いえ、そういう意味じゃ。抗体開発のためですし。そうね。期待されると辛いわね。おそらく試薬の開発には莫大な時間を必要とするわ。その時間を他に振り向ければもっとより意味のある形であなたたちのフォローができるのだけど。はい、終わったわよ。お疲れ様。こっちは後で博士に提出する分と。博士は僕とアリスの血を使ってどんな研究をするんですか？それは博士に聞いてちょうだい。私は知らないのよ。さてと、サンプルをガスクロマトグラフィーにかけて報告書の作成か。博士にせっつかれる前に提出しなきゃね。大変そうね。ああ、そうでもないのよ。ごめんなさい、愚痴っぽかったわね。ただあの人が本当は何を知りたがってるのか、時々怖くなることがあるわ。ミコさん。ま、その分私はあなたたちのサポートに全力を尽くすつもりよ。ありがとう、お疲れ様。他にはないかな？あの、ハルさん、ジャックです。おー、来たか。
入れよ。やあ、カズ。こんにちは。あ、ミコさん。体の方はもうなんともない？はい。よく生きて帰ってきたな。褒めてやるよ。メアリガンのハルさんとミコさんのおかげです。ありがとうございました。どういたしまして。まあせいぜい感謝しといてくれ。あの、それで今日は？ああ、メアリガンのオーバーホールだ。ちょうどミコもいることだし、ついでに生体接合部の調整もしとくか。はいはい、仰せのままに。ジャック、そこの椅子にかけて腕を出してちょうだい。はい。いいか、メアリガンのセーフティーを解除するぞ。止血準備できてるわ。セーフティー解除だ。止血処置完了。ジャック、もう楽にしていいわよ。血圧も測っておくわね。はい。ああ、なんだおりゃ。血圧問題なし。ドレーンの詰まりも見ておくわ。どうかした、ハルさん。コンプレッサーの調子が悪いな。まあ現場合わせのぶっつけ本番だったからな。コンデンサーを交換しとくか。ドレーンパイプの清掃終わり。カートリッジは未使用のまま。うん、止血剤アンプルの方は問題ないわ。止血剤？ああ、トラブルが起きた時のために止血剤のアンプルが組み込んであるの。ほら、例の法抜きの刃から生成したものよ。ま、こんなもんだろ。もう少し信頼性が欲しいとこだが、ほとんどが有用部品だしな。メアリガンってこんなに手がかけられてたんですね。ありがとうございます。メアリガン大切に使わせてもらいます。済んだぞ。もう帰ってよし。調子が悪くなったらすぐに言えよ。はい。ハルさん、ミコさん、ありがとうございました。まあ頑張れや。何にせよ、自分にとって大切だと思えるものを守っていくってのは悪くない。私も帰るわ。だいぶ長居しちゃった。それじゃあね、ハルさん、行きましょう。ジャック、ハルさん、失礼します。おう。さっきのハルさんの顔見た？え？いやーね、照れちゃって。あの親父のあんな顔初めて見たわ。そうなんですか。全然わからなかった。自分の大切なものを守っていくのは悪くないか。ジャック、今日は面白いものが見れたわ。そうですか。え？そうよ。なんだ。じゃあな。いらっしゃい。血圧は正常ね。簡易血液検査の方でも特に悪い数値は出てなかったし大丈夫。長い間習慣されていたにしては健康体よ。そうですか、よかった。あなたがあの子を守りたい気持ちはわかるわ。でも無茶なことを続ければいずれ死ぬ。気をつけてちょうだい。別にアリスのことだけじゃ。ただ僕もみんなの役に立ちたいだけで。はっきり言うわ、これは独断だけど、あなたには可能性を感じているの。だからこそ慎重に振る舞ってほしいの。ありがとうございます。その太陽教団に行ってみました。
不思議なところですね。大姫さんって人はなんだか不思議な人ですし、ひつかさんってどこか怖いし、でもみんなあの人たちを敬ってる感じで、宗教団体ってそういう場所なのかなって。そう、まあ行くなとは言えないしね。私も行ってみればなんて言っちゃったし。ミコさん、ごめんなさい。教団のことになるとどうも感情的になる嫌いがあるわね。前も少し思ったんですけど、ミコさんはあの人たちのことが嫌いなんですか？嫌いというか、ああしたものが苦手なのかもしれないわね。苦手ですか？私は研究者だから、自分の目やデータで確認したものしか信じられないし、そうして真実に到達しようとしているわ。だから覚えてるかどうかも怪しいような太陽への憧れを、ああして語り伝えることの意義が私には理解できないの。でもそれで気持ちが救われる人がいるなら、誰かの役には立ってるんじゃ。教団は炊き出しをしたり、霊明と食べ物の物々交換をしに来たりするけど、何をするにしても労働力というものはいるのよ。その労働力を確保するために信者を集めているのではないか、そんな風に思えることすらあるわね。でもそうしてみんなで生きていくためなら、それならそう言って希望者を募ればいい。そう考えるのは私の職業病なのかしらね。それにこの状況でどうやってあんな風に作物を生産できるというのかしら。それはどういう意味ですか？いいえ、こっちの話よ。それにあの大姫のお妻のゆるさじゃ、横にいるひつかって人があの教団の実質的なトップだと考えて間違いないと思うわ。でも歴史上、宗教団体の成立には人的、社会的なバックボーンが必ず存在するもの。純粋に個人が一手に担えるものではないのよ。通常なら大姫やひつかの背後には必ずそれを支持、援助し、かつ利用しようとする人たちがいるはずなの。そしていわばそうした人たちの要請を受ける形で、ある種のカリスマ性を持つ人物が教祖として押し上げられてくるのね。そういうものなんですか。それ昔の世界の歴史ですよね。巫女さんはいろいろ詳しいんですね。残された資料を読む時間だけはあったから、それだけよ。でも私の知る限りでは、あの教団はある時突然誕生したの。大姫やひつかに所属母体や支持者がいたという情報もないわ。だからうさんくさすぎるの。みんなが太陽を求めてるから、じゃあダメなんですか？そうね。まあ太陽は昔から神として崇められていたしね。こんな状況じゃああいうのも必要なのかもしれないけど、でも宗教なんかじゃこのジェイルからは救われないわよ。いらっしゃい。じゃあね。なんだ？ん？どうした小僧？メアリガンの調子でも悪いか？いえ、そんなことないです。取り立てて用事はないんですけど。サボりか。すいません、忙しいですよね。帰ります。まあそう言うなよ。俺もサボってたとこだ。しばらく付き合えよ。はあ。そこを座れよ。ついでにメアリガンの調子を見てやる。腕を出してみろ。はい。どら、メアリガンは問題なさそうだ。そうですか。うん、なんか言いたいことがあるんだろう。話してみろよ。あの、ハルさんはミチルさんのことどう思いますか？大姫さんね、どうしてだ？
ミコさんはミチルさんのことを嫌ってるようだったから、ハルさんはどう思ってるのかなって。あいつの場合、女の第六感ってやつだな。意味がわからないんですけど。そうだな、悪い。まあミコは学者だからな、ああいった非論理的な手合いとは相性が悪いんだろうな。でも炊き出しや食料の生産供給なんかで黎明の不足を補ってくれてるって、ミコさんそうも言ってたのに。あいつも肩に力が入ってるところがあるからな、ライバル意識みたいなもんなんじゃねえの。そうなんですか。おっかねえか、俺がそんな風に言ってたなんてミコにはバラすなよ。はい。まあ、あの教団やとりわけ大姫さんがうさんくせえってのは事実だからな。けど確かな証拠は見つけられないんで、ミコもイラついてるんだろう。あのそれってミコさんが太陽を疑ってるってことですか。組織の中枢メンバーじゃないお前なら、下手な先入観を持たずにあの教団や大姫さんを見ることができるかもしれないな。ハルさん、それってどういう意味なんですか。言った通りの意味さ。よし、メアリガンの点検終了だ。ま、気軽に顔出せよジャック。お前が来るとサボりのいい口実になるからな。サボりの口実になるのはちょっと。そう堅苦しく考えるなって。なんだ、じゃあな。いらっしゃい。少しいつもより心拍数が早いわね。尿検査でも少し気になる値があるし。それってメアリガンが使えなくなるってことですか。特にどれも正常値は超えてないわ。どちらかというとあなたの今のその反応よ。どういうことですか。ストレスが溜まってるのよ。ここへ来たばかりの頃よりストレス度が上がってるってどういうこと。自分では自覚ないんですけど。まったく、メアリガンを得てあなたが使命感を強く感じているのはわかるわ。でも手段と目的を取り違えてはダメよ。手段と目的ですか。ええ、そう、ハルさんとも約束したはずでしょ。メアリガンはあなたたちが生き残るための手段に過ぎないの。メアリガンのためにあなたが生きてるわけじゃないのよ。でも僕にできることはそれくらいしか。真面目すぎ。少しはカグヤを見習うべきかもね。肩に力が入りすぎなのよ。その気負いだけでいずれ潰れるわ。少しは生きることも楽しみなさい。ミコさんには言われたくない気が。ま、軽口が出てくるならいいわ。お疲れ様。ありがとうございます。何かしら。ミコさんって上島って名字がありますよね。それってやっぱり家族の記憶があるってことですよね。なんだか羨ましいな。確かに今ではこの世界で名字を名乗っている人は少ないけど、親の記憶なんて私にもほとんどないわ。こんな世界になった時におそらく両親は死んだのね。気づいた時には孤児だったわ。すみません。それじゃあ上島って。そうね、これは私の師匠というか憧れていた人の名字なの。私にとって元の名字なんて覚えていたところで意味はないものだし、あの人の意志を継ぎたくて勝手に名乗ってると言ったところかしら。そうだったんですか。その人は今は死んだわ。15年前、党の攻略作戦でね。
悪いことを聞いたと思ってるんでしょうけど、気にしてないわ。事実だもの。黎明の歴史に過ぎないわ。博士も話していたけれど、あの時黎明は中枢を一度に失い、一度崩壊しかけたのよ。通称先生、上島先生を含め黎明の中枢を担っていた人はみんな塔で戦死したわ。博士の生命と頭脳を未来に託してね。じゃあ巫女さんは昔から博士とは知り合いだったんですね。あの頃はまだ小さな子供で、大人たちに混じって先生の手伝いをしてただけだから。でもその頃の周りの人たちもジェール研究の間にだんだん戦死していって、今では私がここの責任者になってしまったというわけ。そうだったんですね。そうね。気持ちの整理がついていると言ったら嘘になるわね。巫女さん、いらっしゃい。じゃあね。いやあ、眠り姫、こんなところで何してるの？今日は珍しくいい天気だね。日向ぼっこかな。話しかけてごめん。やっぱり寝てたんだよね。そっか、屋上にはよく来るの？じゃあたまたまなんだね。よく眠れた？そっか、それはよかった。じゃあ僕はそろそろ行くね。あ、風邪ひくといけないし、霧のいいところで帰るんだよ。目が覚めたらいた。ジャック王子様。よく。自分はちょっと。ひょっとして春さんのところに行くの？そろそろ助手の仕事の方もたまってそうっすからね。二足のわらじは大変っすよ。ご苦労様。ひょっとしてクララって春さんと親子か何かなの？うわ、そんなわけないじゃないっすか。そうなんだ、ごめん。自分孤児だったんすけど、師匠に拾われたんすよ。へえ、ハルさんいいとこあるんだね。自分解放地区の町で見よう見まねでちょっとした修理なんかで小銭稼いでたっすけど、それだけじゃ食えなくて、スリタカはやってどうにか生きてたんすよ。それでまあ、その日もせっせとスリに励んでたすけど、たまたま相手が師匠でして、まんまと捕まったんすよ。ハルさん、そういうとこぼんやりしてなさそうだもんね。そうなんすよ。その時は説教されて解放されたんすけど、なんか悔しくて、自分何度もリベンジしたんすよね。で、その度に捕まったんだ。そうなんす。
あれは口惜しいっすね。で、なんだかんだで最終的に引き取られることになったんす。ハルさんって一見こわもてだけど、何度もリベンジしたら危なそうだとか思わなかったの？師匠になら何されてもいいかなって。え、ひょっとして。なんでもないっす。今の話師匠には内緒っすよ。もちろんだよ。いらっしゃい。毎度っす。何かご用でしょうか。あの、こんにちは。あ、ジャック、遊びに来てくれたの？はい、まああの、黎明のみんなとは前からこんな風に協力し合ってるんですか？お告げがあるの。お告げ？それより見て見て、こっちこっち。わ、か、はい。キャベツに人参に、あっちは大根？あと、ここの人たちが一生懸命育てて、それを黎明にも配ってくれてたんですね。当たり！でもね、お日様が出ればもっともっと育つよ。お日様、僕見たことないんです。すぐ見られるよ。あなたが運んできてくれるもの。僕が？内緒。ジャックはね、お話の始めと終わり、どっちが好き？お話ですか？私はお話の始めが好き。これから何が起きるのか、ワクワクさせてくれるもの。でも物語を始めるためには前の物語を閉じなければならないのよ。姉さん、そこにいるのかい？あ、今のは二人だけの内緒。ジャックはこっそり帰るのよ。出ないとじいちゃんに怒られちゃう。はい。じいちゃん、こんなの見つけたよ。ミチル様、その呼び方は。それより誰かいたような。ミチル、野菜さんとお話ししてたの。大きく育ってねって。貧血の方は問題ないよね。どう？メアリガンの使用で異常は感じない？はい、順調だと思います。ならいいわ。定期的な検査にもきちんと来てくれてるし、これからも注意深く使ってちょうだいね。わかりました。ところで、何？あの、この間太陽教団の畑を見せてもらったんですけど、ジェイルの中でもあんなに作物が育つんですね。びっくりしました。育つわけないじゃない、日も差してないのに。え、でも大概の植物は太陽の光を浴びて育つのよ。そしてそれを食べて鳥や牛は育つの。私たちは好むと好まざるとジェイルと共生していくしかないのよ。それじゃあ、察しがいいようで助かるわ。はっきりとした言葉を使わずに済むものね。でも公言はしないでもらいたいの。想像力の働かない人は多かれ少なかれいるし、そんな人たちのショックまで負いたくないから。もう一つ
これは知ってるかしら。ジェイルの細胞を摂取し続けると知能が衰えると言われているわ。だから時間との戦いでもあるのよ。何かご用でしょうか。また君か。ひつかさん、こんにちは。何度来てもミチル様に直接お目通りさせるわけにはいかない。その、今日はひつかさんに話が聞きたくて。私に？はい、その、ここで栽培している作物のことで。何か問題でもあったのかね。あれがジェールの一部だというのは本当なんですか？食べると知能が衰えると言われているものをどうして作って人に食べさせているんですか？では聞こう。ならば何を食して生命をつなげばいい？何も知らない飼いならされた小僧のくせに。知らないから知りたいんです。知ってどうする。もう二人とも喧嘩はダメだよ。姉さん、ミチルさん、ジャックが来たの、あっちから見えたから。どうも。それよりもジャック君だったか。この方を慣れ慣れしく呼ばないでもらいたいのだ。信者たちにも示しがつかないのでね。すみません。あの、でも。じいちゃん、この子は太陽を運んできてくれる子。ずっと待ってたお友達。だから。あなたが言うのなら、従うよ。めったに聞けなくなってしまった言葉なのだからね。じいちゃんはいい子ね。ジャック君、君一人で来るならば今後はここの立ち入りを許可しよう。ありがとうございます。ただしここで見聞きしたものは一切誰にも話さないよう約束してもらいたい。3人わかりました。感謝するよ。何かご用でしょうか。また来てくださいね。
いつでもいいの。見てなさい。覚悟なさいませ。逃がしませんわよ。出番ですね。任せて。みんな無事。現れましたよ。倒してくる。逃げさせてあげる。行くわよ。これでも食らいなさい。お相手しますわ。出番ですね。行くわよ。当たった。僕の番か。
出番ね。思いっきり行くわよ。行きましたよ。逃がしませんわよ。痛いです。あ、白雪、行きます。行くわよ。行く。またね。行くわよ。え、白雪、行きます。見てなさい。思いっきり行くわよ。覚悟なさいませ。片付きましたわね。するな。行くわよ。思いっきり行くわよ。